先輩、実は12時半から体育館で琴の演奏するんです。嘘、行く、絶対聞きに行くよ。てか、ステージ使う許可取れたの？あれって確か5人以上人数いないと。今、総曲部7人なんです。7人。嘘、すごい、すごいね、竹蔵頑張ったんだね、すごいね。いや、別に僕は何も頑張ったね。じゃあまた後でね。演奏楽しみにしてる。はい。あ、クルさん、せっかくだから紹介すればよかった。今の人、総曲部の前の部長でね、去年まで1年は僕だけだったからすごいお世話に。ない。ん？そんなの私には関係ない。そうだよね、ごめん。今私すごい傷つけた。全然感情を消せないどころか嫉妬して八つ当たり。何してんの、ほんと最低。私は1年の時の倉田のことほとんど知らない。私が誰かを陥れて傷つけてる間、なでしこちゃんなんて呼ばれながらも部活続けて頑張ってる姿を周りと一緒に見下してただけ。二人がああいう会話をするまでの道のりも何も知らない。それでも私も関わることが許されるなら。倉田、今のなし、単なる私の八つ当たり、ごめん。さっきの大事な先輩だよね。今の総曲部をあんたがちゃんと誇れるよう演奏私頑張るから。だからそのクルさん、ありがとう。というわけで部の先輩が聞きに来てるから気合い入れていくわよ。竹蔵先輩の先輩か、俺らにとっちゃ大先輩だな。ここは一挙決めてやらんと。うん、頑張る。頑張らなくて大丈夫、舞台は思いっきり楽しもう。それが先輩の教えだから。大丈夫だよ、僕の先輩の受け売りなんだけど、舞台って今まで頑張ってきた自分へのご褒美なんだって。だから思いっきり楽しめばいいんだって。関係なくなかった、もうちゃんと繋がってた。僕がまだ部員一人だった時、毎日先輩の言葉を支えにしてたんだ。だからその先輩に今のこの総曲部の演奏を聴かせられる日が来るなんて本当に嬉しい。続いてのステージは総曲部による演奏です。すごい、本当に7人も、しかも男の子いっぱい。すごい、上手くない？てかみんな楽しそうに弾くね。うん、練習の様子だとモヤモヤしたもん抱えてるやつもいるみてえだったし、本番はさぞ散漫な演奏になると思ったけど、きっとあいつら全員一番大事にしてるものが揺るぎなく同じなんだろうな。やっぱ面白えやつら。